Hi, this is who today play Sengoku Basara, Sarada Yukimura Den, Chapter 7, Kuroyama Imprisonment. Let's go. Chapter 7, Sarada Life Story. Dai Nanashu.クドヤマ雄平関ヶ原を血で染め上げた未曾有の大合戦は徳川率いる東軍の勝利によって幕を閉じた。西軍を率いた石田三成は斬首。ここに徳川指導による新しい国づくりが始動する。そうした中、東軍の将として功を成した信行は今や徳川の重臣となり、真田の丘陵である上田の地を与えられるまでに至っていた。一方、上田城で徳川軍を食い止めながらも西方として敗軍の将となった正行と幸村、二人は徳川家康の裁量で死罪を免ぜられたものの、高野山は九度山へと送られた。その地で豊臣家の行く末と家康に付き従う信行に思いを馳せつつも、幸村は正行と共に束の間の平穏な日々を送っていた。しかし正行は土地の病を得、とこに伏せってしまう。ただ一途に父を解放する幸村であったが、戦国随一の食わせ者、その死は間近へと迫っていた。イエーイ、 Let's upgrade 幸村。 This is the money weapon, man. You get more money if you use this. Look at my monster coin. Okay.Let's go. よい天気でござりますな、親父様。お天道様も、ほれ、あのように。まだ落ちんじゃいねえよ。でもまあ、のんびりしてもいられないかね。これは。Let's go, おやじさん。戦国の奇術師真田昌幸、正真正銘の千秋楽、仰天同士の大奇術、命なめ打ち披露いたしそうろ。な、早い話が真剣勝負ってやつさ。父と子水入らずでね。しかし親父様、やばい。おやじさん、そのお体では。しかしもかかしもかかわもないよ、小せがれ殿。だからこそだ、この老いぼれには時間がないんだよ。小せがれ殿にはこの正行が伝えられる全てを伝えておきたいんだ。しからば神妙に拝聴いたしますゆえ、どうか落ち着かれよ。まずは屋内へと。バカ、おいもんは寝物語見たくしとやかに語り聞かせるもんじゃないっての。父と子である前に男と男だ。伝えるっていや拳と拳だろうが、こいつは武田家伝来の秘奥義よ。武田と申さば信玄公の。そうさ、
バカカリシヒ、わしも親方様から教わったのよ。なのかならば殴り合ってな。いやはや、懐かしいね。なんと壮絶な。では、まさかそれがしも親父様と。その通りと言いたいところだが、親父様、教えはあるお人から直接教わってくれ。心の準備をしておけよ、お客人。あるお人、まさか。いや、しかし、いかな親父様でも。さて、お客人にもおなじみのこの帽子、種も仕掛けもござってそろう。これより取り出したるは山、風走る静寂の林、その奥にそびえ立つ火の山でござい。いかにもわしが甲斐の虎武田信玄である。信玄公は今は亡き親方様は、鍛え上げた強靭な肉体ととてつもなく巨大な心で全てを正面から受け止め、時に激しく時に優しく、その全てを抱きしめ、一歩ずつ前へ前へと進むお方であった。正幸が来い、雪村よ。武林火山とは何ぞや。おく答え。はっ、武林火山とは、早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かさること山のごとし。武家七書の一つ、孫子にある一節を抜粋したものにして、兵法においては分量。違う。なんと弱い七つで人質として武田へ下ったわしを友として接し、上にも下にもつけなかった。わしだけではない。親方様は老若男女、強気も弱気もまず分け隔てなく、皆一人の人として平等に接した。理屈ではないぞ、雪村。心じゃ。お主の心で答えてみせい。心で答える。そうじゃ、皆誰もが心の内に風林火山を宿しておる。無論雪村、お主もじゃ。お主の風林火山はまた格別に熱い。燃えたぎる炎のごとしじゃ。我が心の風林火山。それは人に甘いということではない。むしろ厳しさが勝るものだった。なぜなら、真に平等に接するとは、互いに等しく責任を負うことでもあったからだ。思い出すがいい、雪村。幼き日の切磋、心の内に燃えたぎった熱き炎を。お主はあの時、心を焦がす青き炎に、その己の熱き心で答えたのじゃ。I want to parry. それこそが、この雪村の心に宿るし、熱き風林火山。すなわち風林火山とは、心の在り方そのもの。
揺るぎない己の形。親方様はいつもおっしゃっていた。全ての人が真に平等に暮らす国を作りたいと。I'm so good, man. 皆が皆の責任において皆のために尽くす。そうやって皆で力を合わせて国を形作ってゆく。そんな面白い国をさ。さあ答えてみせい、イエキムラ。わしは上田でそいつを実現させたかった。親方様の夢をほんの少しでも、ほんの一時だけでも叶えたかったんだ。わし一人では到底叶いっこない夢だったが、わしら三人の力を合わせれば叶うと信じていたのさ。Let's go. What is this? Shinobi. Why Sasuke? Maybe Sasuke is here.Sasuke, where are you? My Shinobi. Oh, I need to do that.ほら、もうほら、脑托拉的路边不会想不会想好我要打他什么I miss it Sorry Non stop, can't stop, combo.GG, 我要的干什么？有气不啦？有。この痛みにはぬくもりが、心が、教えが、慈しみが、愛がある。
おやじさん。どうだった、親方様は。まさに火を吹く山のごとき御仁でござりました。それじゃあここからはこの正幸、くたびれた老いぼれ親父の愚痴を最後だと思って聞いてくれや。親父様。雪村、わしはな嬉しいんだよ。お主も信行もこのわしのせがれとは思えるほどまっすぐに真っ当なもののふに育ってくれた。まあ兄弟揃ってバカがつくくらい真面目で正直、おまけに頑固ってのがちょいとたまに傷だけどね。信行に至ってはとにかく一足飛びで何もかも軽々と超えていきやがる。足元なんざ目もくれねえ。道端に咲く小さな花なんぞ気づきもしねえ。そんな不器用な様も愛おしくて仕方ないんだ。さまったく親バカってやつはどうしようもねえや。つまるところわしは信行をこのまま放ってはおけないのよ。あいつはわしの背中を追っているつもりだったようだが、そうじゃあない。幼き日に焼き付けたまぶたの裏の幻を追っていたんだ。わしはあいつに図らずも記述を仕込んじまった。その幻の背中を追っかけながらあいつはぐんぐん加速した。わしの期待に応え大股で一目散に、そこに本物の背中が現れた。戦国の世をかたどったように荒々しく眩しく鮮烈でどでかい背中が、織田信長、奴の存在がちんけな幻を一発で吹き飛ばしちまった。幻が消えた後は核のごとしさ。あいつは消えた背中を探して別の背中を追い始めた。信長、秀吉、そして今は家康だ。わしはかまどと野郎の家康が嫌いだ。だが確かにあの男は信長や秀吉にないもんを持っている。人の痛みを知り理解し、己のうちにきっちりしまい込んでおけるに隙間があるのさ。まああの野郎の場合、しまい込んだらはいおしまい、何もかも背負い込みたいだけ、ただの自己満足さ。だがそれじゃあダメさ。しまったもんはちゃんと取り出せなきゃダメだ。思い出せなきゃダメだ。 What are you doing, Oyaji-san? わしにはそもそもそんな隙間はなかった。親方様に憧れ持ったふりをするのが精一杯だった。信行は持っているはずだが、いかんせん飛ばしすぎよ。何一つ拾っちゃいねえ。でここからが本題さ。小せがれ殿、気づいているかい。お主も持ってるんだよ、十分にでっかい隙間をね。しかも西に落ちてるもん目ざとく見つけてちゃんと拾い上げてやがる。そいつをずっとばかし信行に分けてやってくれ。あいつに追いついて渡してやってくれ。兄貴に気づかせてやってくれ。落ちてるもんがどれだけ綺麗で大切かってことを。おっと、ついでにこの八つ枯れの落とし物も拾って持ってってくれや。頼んだよ、小せがれ殿。お前のゆきさん、おゆきさん、ゆきさん、ゆきさん、ゆきさん。 Oh, he didn't die. One HP left.語るはとあるの物語。ありし日に出会った一人の男はある。
run. What are you talking about, Oyaji-san? いやー、喋った。コセガレ殿の言う通り、今日はいい日和だ。信行に伝えてくれ、雪村。しかと、この雪村、しかと。見てみなよ、あの花を。小さくてもしっかり根を張って咲いてら。立ち止まって寝そべりゃ、誰の目にも映るってもんだ。綺麗だね、上田じゃ。今どの花が見頃かね。そうでござりまするな。この時節なれば、裏山の No, Oyaji-san! Rest in peace, Masayuki. Okay, I think that's it for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe me for more videos and you can support me on Patreon. Thank you. See ya.